ちは。こんにちは、いらっしゃい。かわいいやん、今日。そうでしょ、ほら。うん。Do I look pretty? Yes. Okay, thank you. はい、じゃあ今日はカズのおばあちゃんにちょっといろいろ話聞きたいなと思います。まず自己紹介からしてもらおうかな。Okay. Well, let me introduce myself. My first name is Akemi because、I was born at dawn in 1940.So now I'm 80 and 10 months years old. As you know, I'm very small, so maybe I look younger than my age. そう、英語がね、もうすっごい得意。じゃ得意っていうか、得意っていうか好き。大好き。大好き。多分今英語で言っただけど80歳。そうですよ。80歳と10ヶ月、はい、でもう英語ペラペラで毎日まだ勉強してるしてますよ。毎朝、うん6時45分からラジオ、うん、英会話、うん、それこそ私が15、6歳の時からずっと続けて、うん、最初は松本徹先生って言って、うん、レジェンドの先生がいらして、うん、で、Come, come, everybody, how do you do and how are you? っていうね、もう戦後間もない頃の、うん、あのソングがありましてね、うん、その番組はずっと聞いて、でもばあちゃんその英語ってさ、カズ、うん、がもう生まれた時から当たり前やったからさ、うん、ちゃんと話聞いたことがなかったから、カズ、うん、もさ、今こういう人生になっちゃったわけやん、うん、なっちゃった、いやいや、そうそう、だからなっちゃったっていうか、こういう人生になったから、うん、ちょっとおばあちゃんに聞きたいなと思って、まずさ、はい、なんで英語をこう始めた、なんで英語が好きになったかと言ったらね、うん、これちょっとあのこう健康のこともあるんだけれども、うん、あの6年生の時にね、うん、2つほど病気して4月の頭にはシラミの卵がついてるっていうことが分かって、うん、卵を殺す薬、うん、水銀軟膏っていうのを頭に母が塗ったら、うん、即もう中毒を起こして、うん、発熱どころかなんかものすごい悪なってね、うん、即入院して、もうね、あの、うん、お母さん、うん、こうね、気の毒やけどね、うんうん、助からへんし、もし助かってもね、頭はね、うん、やられてるから、うん、望みありませんよって言われて、で、笑うかもしれへんけどね、笑わないよ、両方見えてんのね、うん、あの世界がね、うん、あ、枕元では母親が足元にね、うん、亡くなったそのおじがいて、うん、両横に お, てお坊さんが2人で、うん、その3人でね、うん、引きずっていく、ぎゅー、体が締まってね、うん、私初めて、うん、あのはそして3日過ぎて4日目にね、うん、あのあ今日なん今日あのお迎えお坊さん来なかったわよと、そしたら少し熱が下がり始めて、うん、一命を取り留めましたよ。耳にねその後遺症が残ったぐらいでね、うん、今度11月の3日ものすごい顔が腫れて、うん、また医者へ行って、うん、そしたら小児腎臓、おしっこが出ないし、うん、体に、うん、あの体液が回って、もう本当は入院せんといかんねんけどね、うん、通院で通うことになったけど、うん、それが半年かかったの。日数がね、うん、足りなかったかもしれへんけど、うん、担任だった先生がね、うん、ね、女の子やしね、うん、あの1年遅れたらあのあかんと思うから卒業しようねって、うん、そしてずっとねお休みしてた子がね、うん、たまに来て、あのあれ知能テスト受けたら、うん、その子が一番ようできて、褒美にね、うん、優秀賞と優良賞とつけてくれはって、うん、頑張りました、頑張り賞、はいはいはい、それもつけてくれはってね、で卒業できました。それで考えたら、うん、中学からは英語だけがね、うん、みんなスタートラインしやからね、うん、だからよし英語頑張ろうと思って、うん、受け持ってくれはった英語の先生が3年間一緒で、うん、あのおしゃれな先生で、うん、もうすごくのめり込んで、うん、英語だけが光ってて、それでうちはすごく貧しい生活だったからね、うん、あの公立があかんかったら定時制に行きって言われて、うんうんうん、言ってもね、英語がないっていうのはものすごく、そっか、おばあちゃんだってその体が悪かった分、英語っていうのが自分の自信になってたんや。そうそうそう、自信やし、武器になってたんや。それがでもおかげさんで受かって、うん、ただ一番先に実力テスト、いや英語がなかった分、うんうん、英語の力が分からへんからね、うん、学校として、うん、それでなんとなんとそこでね、うん、女の子で一番や。すごいすごいね、うん、ますます自信が、でも本当にそれですごく好きになったわけ。そこでさ、なんかさ、うん、じゃあ英語の仕事がしたいって思わへんかった？うん、思ったけどね、東京銀行ってね、うん、あったのよ。外国向けの銀行やから、最初最後まで、うん、残ってて、うん、で、一番最後に、うん、あの担任から、うん、お前はな、なんか胸が悪い、うん、結核やからね、うん、あかんかった言って、ほんで、そんな
言ってですぐに阪大病院行って、うん、あの調べたら何も悪くないのにね、うん、今はこういうね試験の時期やからそういう理由でね企業はね落とすんです、うん、他の子みんなコネやってる、おばあちゃんだけね、お金もないやん、お金もないし、うん、それはかわいそうやろ、その時ああほらしいと思って、こんな不公平やわと思ってね、不公平やん、うん、それで成績がいいのは、うん、外国語はずば抜けてるけど、うん、あとは普通やから、うん、英語の仕事したいって言っても、うん、普通の会社の事務員に行かされて、へえー、そうなん、いや今の時代でそんな英語がトップやったらいっぱい仕事あるのにね、あのそこのね事務の仕事はね、うん、しながら他の人にね、うん、ね英語の仕事したいとか言ってたら、うんうん、あの友達のお姉ちゃんの紹介でね、うん、あの貿易会社、うん、そこに一人ね募集してるから言って、うんうん、で口聞いてもらって、うん、そこの会社にあの入らしてもらって、うんうん、ネイティブもいてはったからね、うん、そうなんや、そこでね、うん、ますますそしたらね大卒のねあの社員の人なんかはね、うん、英語喋りはれへんね、うん、そしたら私はねもうラジオも聞いてるしね、うん、タタタタって言えるからね、うん、テレックス言ってね、うん、今で言うと LINE みたいな話、こうしてあの、うん、タイプと同じタイプ売ったあれが直接ね、うん、地球の裏が、うん、なんか LINE みたいなもんやろね、うん、売ったらすぐにね、うん、向こうへ届いて、で面白かったよ、だから今考えたら、うん、その時に日本にいてるのに、うん、高卒の留学みたいな感じで、うん、で英語が好きだからね、うん、あの他の会社の子とね、うん、女の子と仕事終わり、うん、遊びに行ったりして、うん、そしたら外国の人がいてはってね、うん、通訳していて、うん、OK! 私は通訳をする、うん、そしたらね若いね、うん、あのアメリカ人かな、まあ、I wanna kiss her って言って、うん、あんたキスしたい言われてるんで、いやー二人でなんかキャーやってな、通訳どころか逃げ出して面白かったね、なんでさそんなに仕事楽しかったのに結婚して辞めちゃった、あなるほどね、うん、質問やね、みんな友達がねそろそろね、うん、25過ぎたらね、うん、落ち目や言って、うん、もう26やしね、うん、で見合いして、うん、最初は振られて、うん、次振って、うん、で3回目はね、うん、あのおじいちゃんそう新婚旅行に、うん、大阪から宮崎まで20何時間か、うん、汽車で行ったって、もう時間どうして過ごそうかと思ったけど、うん、オーストラリアのカップルが横の席あってね、うん、私はおじいちゃんほっといてね、うん、ずっとね横行きっぱなしで、ね、新婚旅行やのね、ちょっと前で降りはって帰ってきて、うん、そんな悪いことして、うん、おじいちゃんなんでね気に入ってくれたか言ったら、うんうん、洋画が好きで、あーで英語がおじいちゃん英語が大好きなのね、私は英語が好きで、うん、これでほんまに喋れるんやいうことよう分かったよ、そんなおばあちゃんのことを気に入ってくれたんや、だからもう英語よりも子育て仕事したんや、うん、そう仕事はねお腹が目立つ頃までは続けてたしね、うんうんうん、あそうなんや、じゃあ別におばあちゃんも その、まあ、そこはそれはもうそれで楽しい思い出って感じなんやもう、うんうん、っていうかみんな普通やったからね、それが普通やったんや、そう、うん、こんなに英語が好きでこんなにも喋れるのにさ、うんうん、一回も海外行ったことないやん、うん、I've never been abroad、 それは何でなんだよ、 It's unnecessary to go to a place where English is spoken because English is now spoken all over the world, so it's unnecessary、 だから特にね、うん、あなたの旦那様、うん、カラニ君、うんうん、最初お会いしておしゃべりしたら、うん、He saidYou are English perfect. Perfect. 褒められた。カーリーめちゃくちゃ上手ってほんまに言ってた。そうなの。し、まあ、私さ、カズもさ、実は、まあ、3年間ぐらい育ててもらってたことがあって、うん、そうそうそう、ここに住んでたことがあって、その時、45歳からやってた英語の学研に私も入って、で教えてもらったけど、まあ悪ガキでそうそうそう、私がもう全然ね、その気ないしね、もう勉強っていう勉強が嫌いやったから、カズって言う、これはね、うん、自然なことなの。あ、そうね、なんでか言ったらね、あのヤングメンズクリスチャンアソシエーション、うん、略で YMCA って言うんだけど、うん、そ海外の留学生やステイの場所やからね、うん、英語の先生もいてはって、うん、そしたらね、そのスペンサー先生の奥さんがね、うん、あの英語を習いに来たはんの、うん、ほんで Mr. Spencer, why don't you teach your wife? 答えました、うん、You know,、うん、husband、うん、can't teach his wife. わかった？かなりと同じこと言ってると思う、多分。家族とか身内は全然教えられないの、うん、そういうことだから、うん、当たり前、うん、it's natural やね、うん、
あ、うん、そうなんや。そういうこと。半分嫌やってんけどな。もう全部いやいや、ABC。ただね、その時ね、絵描かしたらね、うん、もう本当に時間忘れてね、ものすごく、そうそう、あ、この子はあれ、クリエイティブなことは好きやなって。そうだよね。作ることが好き、ね、そうそう。で、今ね、あの、そうそうそう、監督業の仕事もできたし。そうそうそう。だから、うん、まあでもさ、今からもちろん多分人に全部の思いが伝うほどの英語ができる、うん、できるできるできる、うん、できる。そんな、いや、ここミスったら文法的に合えへんとかそんなこと思わん。通じてる、通じてる。聞いたことはちゃんとそれらしい答えが日本語でも英語ででも返ってきてるし、大丈夫で、大丈夫で、うん、だから、そっか、カズもじゃ今からもっと頑張る。できてるできてる、できてる、うん、できてる。カズ1年ハワイ入ったけど、それにしたらやばい。そんなことないよ、ほんまに、うん、大丈夫。まあ、でもこうやって元気におばあちゃんがそれでもいてくれたから、こうやって英語頑張らなきゃっていう風になってさ、こうやっておばあちゃんがこうやって頑張ってきた英語をカズの決意で、もっとカズ次は話せるように、うん、そうそう、え、毎日英語で日記を書いてる。毎日書いてる。わーお、あ、土曜日の日記を今から今カズキ got off、 降りたよね、 got off the bus at 11:30 a.m. and we she and Iね、went to Top World to buy our lunch. で、we came back home at noon and had lunch with husband. To な、じいちゃんとも一緒に食べました。She showed us lots of her photos.たくさんのフォトを 見せてくれたよ。で、in Hawaii、うん、she left home at 3とちゃうかな、3:30 今度終わり、気に頑張る。あ、おじいちゃん、そうやね、起きた、ね、髪の毛セッティングしはるわ次おじいちゃんのインタビューそう、ララン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 、ドアディア、アフィメルディア、オレイ、アドロップオブワーデンサン、ミアネ、マイコー、マイソー、ファーランのウェッチラン、ソー、アニドプリンスレ、ラ、アナトファラソー、ティー、アドリンクジャムブレー、That will bring us back to dawn. Do re mi fa sol la si do do si la so fa mi re do mi 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 so so re fa fa la ti ti. When you know the note to sing, you can sing most anything. Yay!イエーイ後ろでおじいちゃんがぐちゅぐちゅペーしてたわすごい上手。The singEdelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me, blossom of snow may you bloom and grow forever, Edelweiss,Edelweiss, bless my whole life forever. Okay, that's all. Okay. That's all for today. チャンネル、モネル。ありがとう。The pleasure is mine. こちらこそね。うん、知ってる？こちらこそ。The pleasure is mine. Okay. 覚えた、数も結構。The pleasure of mine. Is object. The pleasure, その喜びは私のものです。うん、The pleasure is mine.The pleasure is mine. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Never. もう寝る。おやすみ。はい。はい。もう寝ます。はい。Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.